ギガ連射。え、すご。はい、やっていきましょう。今回やっていくのはこちら、クターのカットビチェイスですね。すごいなぁ。こんなこともできるんだ。まあ、多分新しめのゲームなんでしょうね。比較的ね。うん。できますよ。まずはあらすじから。いつも通りね、あらすじから読んでいきます。ちょっとね、画面大きめなので、いつもとサイズ感が違うんですけどね。他のやつよりもちょっとサイズの大きいゲームです。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、最愛のチェリーのためなら、水面を走ってしまう脅威の無表情キャラクター。デート中にチェリーがさらわれてしまって、慌てたクターはチェリーラブパワーを全開に輸送飛行機を追跡するぞ。こいつら、こいつら、イチャイチャしてやる。こっちじゃねえ。こっちだ。イチャイチャしてやる。まずランキングから。クタのカットビチェイス。ほほほーほ。なんかこれだとさ、あ、違うか。これだと一瞬あれかと思った。麻雀の役かと思った。いい班とか3班とかそういうね。役満。1353班。飛ぶですね。違いました。え、ST ブラックさんはチートだと思ってるのに、ここのではそんなに高くないな。なゆにって人はすげえ勢いだ。そして、うん、2位、ずれたね。2位以降は、なゆに親びひなのなの、ST ブラック、ふもふもさん、はみよれ、ゆき、みゆき、H、HK の主、かずき、メタルというふうに。それだランキングになっております。おー。まあ、目標100ぐらいかな。目標200ぐらい。なんとか10位以内に入りたいけど。刻まれてんねー。どんなゲームなんだろうな、これは。下読んでいい？遊び方。あ、遊び方、こいつもヒントがありますね。よく見ると。ちょっと待ってよ。こうするでしょ。で、下フルフルっていくと、どこ見てるのかわかりにくいから、ここだ。遊び方はこうなんですけど、遊び方の下のところに、ちょっとうっすら見える文字がありますね。このゲームのコツ、リンゴなどのアイテムを取れると、ほんのちょっとだけスピードが下がるよ。なるほど。それヒントかな？大きなヒントな感じしないな。また間違えた。なんかこの、クターのヒントってそんなにヒントじゃないんだよな。今までの感じ。ね。そんな気がしますね。ますかね、ぴったりやってますかね。はい、やっていきましょう。ちょっともたついてしまった。入りがもたついてしまった。あ、この BGM どっかで聞いたぞ。クターのあれじゃない、ディープチャレンジかな。楽しい。すげえな。 3D じゃん。3D ではないけど、一切 3D ではないけど、昔のゲームか、昔のなんかセガのゲームか。 3D でない、 2D 画面なのに 3D っぽく見せるやつ。クリックするとなんかできるの。あ、ジャンプするんだって。クリックすると見ました。はすげえジャンプ、大ジャンプじゃん。え？リンゴ取ると？こいつ押すだろ。こいつ、この茶色いやつ押すのはずなんだが。はい。さらわれ方よ。あいつあれじゃん。あの泥棒のやつ。博士。これめっちゃ高いスコア出してるやつ、すげえな。どうやったんだろう。めっちゃ集中してやったんだろうな、多分。なんかリンゴ取れって言ったじゃん。なんか最初の方にさ、なんか下のに書いてあったじゃん。リンゴ取ったらさ、スピードがどうのこうの言ったじゃん。そのせいだよ、死ぬのは。あれヒントだったか。うかつだよ。うかつなヒントだよ。いろんなもん飛んでくるな。そして、うーわ。これあれかな、好きな人はすごい好きかも。しかもなんかその、なんだろうな、縦集でも横集でもない。3D シューティングの。
弾幕ゲームみたいな感じだよね。好きな人はすごくなんかこうへーって感じになってハマる。でも基本的にこれは基本的にはあの9分割した画面のなんか撮ったな今。なんか撮ったな。リンゴ以外もなんか撮っていいのがあるなこれ。さては今わからんことが多いぞ。くたぞ。うーわ、リンゴ取りたいなっていう欲がねすごい出る。すごい出た結果がこれ。なんかのモチーフがあるのかな、この輸送船にこうヒロインがさらわれていっちゃうって。なんかモチーフでもあるのかな。ルパンじゃないよな。敵が、うおぉ、どっちも。喋りながらやるとこうよ。こうなんよ。やっていくぞー。ほい。あ、眠たい。あんま夜にやるもんじゃねえな、これ。よし、やっていこう。死の子の言わずにやっていこう。くたぶん、飛びちゃいっす。ああ。終わんねえ。終わんねえ。クリアできねえ。自分でここをクリアと定めたラインをクリアできない。とりあえずね、よくやったのよ。やったの。30分。朝の。あそこも立ち上げっぱなしの状態。いつでもね、いつでも復帰できるよ。もう一回これブラウザ閉じてしまったらもうやらねえなと、しばらくやりたくないなと思うぐらいこう、苦手意識を植え付けられそうだったね。そこも立ち上げたし、ブラウザも、クターのね、カットチェイスを開けたままブラウザも立ち上げたし、OBS、録画ソフトも立ち上げたし、PS3 も立ち上げたし、すべてほっぽり出して、ディスプレイの電源だけ切ってきました。そして今に、リンゴがいっぱい終えたね。これ30分やったけどね、あんまり。おお、行けるところも行こう。当たってないか、危ないか。今当たりそうか。飛べる。俺は飛べる。よし、いける。いいんじゃない。高みを目指してる。うこういうの意外と避ける。こういうの三段みたいな、三段っていうピュ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 っていうの意外に避ける。取れる、急に取れる。よし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 、いいんじゃないか。これはいい。やっとブレイクスルーしたこのゲームを。ちょっと超えた。よったよい。もう一回ピュピュピュってくる。よっよっよい。よしリング来た。よし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 、これは次のステージへのなんかそういう感じじゃない。お、感動、ちょっと感動するやん。クーターのくせに感動させてくるやん。見え、前が見え。魚取りたかった。ーうい、さあもうちょっと、もう一回ここまで来れんな。しか、まあまあまあこんなもんかな。426点で7位。いやー結構限界なんだけどな。まあはい、ということでクターのカットビチェイス、いやーなか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 苦戦したぞ。これもまた結構飛んだ気がするけどな。上の壁が厚いなあ。俺が400飛んでる時に上の人たちは800飛んでて、ってことはもうあの俺と同じ時間の倍ぐらい飛んでるってわけでしょ。そしてその3倍飛ばなくちゃ1位に届かないってことでしょ。すごいな上は。高みが高すぎる。いやー、いろんなこと知れますね。
自分がいかにちっぽけな存在であるかを自覚させてくれる。まあでも、よう飛んだ方でしょう。ということでね、また別のゲームでお会いしましょう。これ好き。クタのカットビチェイスでした。ほなまた。